えー、令和6年、2024年の夜中のですね、10月9日、夜中の2時35分です。えー、今日はね、えー、焼肉会がありまして、その後、アズライドに行ってきて、先ほど帰ってきて、サスケの散歩行って、これから寝て、明日解散っていうかね、今日ですか、解散を迎えるって感じなんですが、 えー、私にすごく協力的な、まあ、NHK 党にすごくまあ協力をしていただいてお世話になっている福永勝也弁護士が、まあ、今日週刊誌、週刊フラッシュで、まあ、元カノって言ったらいいのかな、元カノの YouTuber で登山家の方、32万人の登録者がいるですね、まあ、YouTube だけど、まあ、年賞、年収3000万ぐらいあると言ってましたけどね。 の元カノとの恋愛相談というか恋愛に関する悩みを告発されていました。まあ、現在進行形でもいいでしょうね。告発されています。で、まあ、恋の悩みですよね。で、ちょっと今日の福永先生の、まあ、ライブ4時間ぐらいやってるんですが、そのライブ前の動画、31分ぐらいの動画を拝見させていただいて、まあ、ちょっと事前に ちょっとというか事前に週刊してる前にも相談の LINE は来てたんですけどもまあ僕はあの具体的にこうしたらいいんじゃないですかっていうのは一切打ち返しはないんですけどもある人をちょっと相談したあの紹介してっていうところで終わってるんですがえーまあ久永先生悩むことすごくいいと思いますよ僕あの今すごく心が乱れていてどうしていいかわからないパニック状態っていうのもすごく分かります えー、まあ、恋愛で悩むことって僕一番幸せなんじゃないかなと思ってます。まあ、悩むのが幸せっていうか、恋愛してる時が一番人生楽しいと思うんですね。で、僕も初恋と言えるものが小学校の5年生の時にあって、でその後17歳で初めて女の子と付き合ったのかな。で、えー、19歳で出会った女性とまあ結婚して、 まあバツイチになったんですけどまあ結婚した後もですね本当に仕事が手につかなくなるぐらいこう恋愛をした時っていうのがあります2002年のソルトレークの時かなソルトレークオリンピックに行った時にその恋愛話を結構ね有働由美子に夜中聞いてもらったりとかしてたりとかね福永先生今43歳なんですけど 僕も43歳の時に、まあ、大阪ですごく悪い女の子と付き合っててですねうん、ちょっとその43歳の時に、僕は14年前ですかね、恋愛した女の子が今回福永先生の相手にちょっと近いのかなと。まあ、そういう思いをしながら福永先生の動画を聞いてました。で、とにかく、もう、 恋愛は理屈じゃないんですよ。これは。あれだけゴール的に日頃ね、弁護士として活躍していてクールに見える福永先生ですら、恋愛という、ま、魔力というか恋愛の恐ろしさっていうのは、すごい痛感されてると思いますよ。で、本当に理屈じゃなくて、やめようやめようと思えば、忘れよう忘れようと思えば余計忘れないんで、忘れることができない。今回も、 お福永先生は、まあ、終わったかのような話をされてますけど、全然これ終わってないですよね。心の整理に全くついてなくて。で、僕はどっちが悪いというつもりは、ま、あ、全くないです。福永先生が悪いとか、相手の彼女さん、元彼女が悪いとか、そんなんは一切ないです。週刊誌に取り上げられてるからって言って、男女の関係っていうのは、もう、その二人にしか分からないことだし、なんかこういう週刊誌を使って、 こうまた恋愛の駆け引きをしているところもあるのかなって気はします。あの、ただ、どっちが悪いっていうつもりは僕は一切ありません。これは本当男女っていうのはそういうもんです。で、とにかく福永先生が今すごく悩んでいて、まあ一ヶ月ぐらい前から特に悩んでいて、まあその前ぐらいからですかね。まあ僕は東京、ちょっとおかしいなと思ったのは4月のあの衆議院選挙は特に何の前もなく、 こう選挙立候補しますって言ってくれたんですけど、その6月、2ヶ月後の6月の東京都知事選挙は、えー、彼女に反対されてると。で、彼女を説得するのにちょっと時間くださいっていうことがあって、で、んいつもの、ちょっとあのね、なんだろう。 福永先生とは違うなと僕もその時思ったんですけども、まあ裏側でそういうことがあったんだなと、彼女との問題があった。まあ彼女の問題があるっていうことは聞いていたんですけど、こんなに重い問題とは思わなかったです。だからいずれにしても、男女のトラブルっていうのはこういうもんです。むしろこういうものだから引きずるし、なかなか解決しないんですよ。で、 まあ、いわゆるモラハラがあったりとか、彼女からモラハラがあったりとか、福永先生が許可してないのに、子供を中絶したとか、そういうことで、福永先生側が責めてる部分があるんですけど、これはもう、あのー、本当に、どっちが悪いとか僕は全くないと思います。彼女の、まあ、他の男性との関係とか、いろいろとあると思うんですけど、これはとにかくどっちが悪いというつもりはないです。で、福永先生はこれ、まあ、しばらくこれ時間薬ですから、 あの、ほんとね、仕事、恋愛、スポーツって頑張ったらそれなりに伸びるんですよ。努力すれば伸びるんですよね。でも、恋愛って頑張れば頑張るほどどつぼにはまっていくっていう、もうこれ本当どうしようもできないものなんで、まあ今、福永先生に僕は言いたいのは、まあできるだけ楽なことをしていること、やりたいことがもしあるならやったらいいし、あの、やりたいことがないんだったらゆっくり、あの、一番楽なことをしておくこと。 で、もう時間薬なので、忘れようとしても忘れられないし、あの、まあ、彼女のことを考えれば考えるほど、忘れられないので、まあ、新しい彼女さんもいるようなんですが、まあ、これはこれでなかなかね、うん、あの、その、古い彼女を忘れるために、新しい彼女と付き合うなんていうのが典型的なパターンなんですけど、 いずれにしても僕は福が先生が人間らしくていいと思います。で、そのように都合、まあ、男女間のトラブルなんていうのを公にしてる姿も僕はすごい好感を持てます。弱いところをさらけ出す人って本当に強い人だと思うんですね。だから、福高先生の今回の話ってご自分でもおっしゃってましたけど、まあ、なんかみっともない話なんですよ。どっちかというと女の子に福高先生が振られてるので、でも、 そのみっともない話をあえて公にするっていうのは僕すごい好きですし、僕は福永先生に、とにかく今時間薬なので、自分を責めないでほしいし、えできるだけ楽しいことがあるんだ楽しいことしてほしい、やりたくないんだったら何もしないっていう時間を過ごしていただいて、後で、そういうこともあったなと思えるときは必ず来ますよ。こう本当恋愛に悩んでるときって、 もう本当に周りが見えないし、自分の言ってることがおかしい相手になんか振り向いてほしいから相手の嫌がることをしたりとか、本当に、ね、理屈じゃないので、あの、今しんどいと思いますけど、福永先生ね。でも必ず、あのー、これがね、福永先生にとって人に優しくできるんですよ。恋愛か、恋愛問題で悩んでる人に関しては、 やっぱ同じ恋愛の問題を、まあ悩みを持った人にしか理解できないので、福永先生はそもそも頭が良くて、弁護資格も持っていて、強い人なんですよ。でもその強い人が、やっぱり恋愛という今物には勝てないことを皆さんにこう、吐露していくっていうのは僕はすごい、あの、いいと思います。だから、あの、あえてね、こういうことを僕は福永先生に直接メッセージを送るよりも、 まあ恋愛のことについて、僕自身が過去に、そうですね、恋愛して飯食えなかった、眠れなかった、仕事手につかなかったっていうのは過去5回ぐらいあります。特にね、実は NHK の内部告発をしていた、今から15年前かな。まあまあ20年前になるのか、19年前か。2005年ですね。19年、19年前になるのか。早いな。当時もね、僕好きな子がいて、 まあ不倫だったんですけどね、その時も狂いましたよ。NHK の内部告発をしながら、その子のことも好きだし、うん、なんかん、燃えるような声してましたね。まあだから、まあ、あのー、そういう意味では、必ず、これね、本当僕めっちゃ聞かれるんですけど、ちなみにめっちゃ聞かれるんですけど、これだけは誰にも言ってないです。僕が当時、 2005年内部告発した時に付き合ってた女の子もちろん知ってる人は知ってるんでしょうけどあのとある女優さんでね誰にも言ってないですあのマキア原君にもよく聞かれるんですけど言ってないですね誰にもこの子の名前言ってないですけど、まあ、相手さんに迷惑かかるんでただねそれ一つ一つ過去の本当失恋の経験というか恋愛の経験を思い出すとねああ当時 自分振り返るとみっともないなと思うこといっぱいあります。ですから、あの、黒川先生も時間が解決してますから、今しんどいと思いますが、もし僕でよければ、いつでも電話なりメールなり、まあ、電話なり LINE なり、あと別にね、お酒飲むなり、えー、お付き合いさせていただきますので、ね、気長に心の傷が癒されるのを待ちましょう。以上です。NHK をぶっ壊